どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングは今桜の真下で熱唱したいいい曲いきます。はい、こちらです。ドーン、生き物係の花は桜君は美しい。いい曲ですよ。こうほんとこうひらひらとこう舞う花びらをこう思い浮かべるかのメロディ、切ないメロディーにこのちょっとねあのほっこりした感じも含まれつつ、この生き物係ならではの世界観、桜のね表情を切り取っている名曲でございます。思いっきり歌っていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。ね、ぜひチャレンジしてください。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはねもうねいいですよ。リズムがちょっと難しいですけどね、キレッキレのビートを用いた16ビートのチャもねいっぱい出てきますけれども、はい、シャキッと切れ味あるこの曲やってみようと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいですけどやる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やりたいなと思ってたんだけどチャンスがなかったんですという方とか、楽器に挑戦したことあるんですけど難しくてやめちゃいましたみたいな方があっという間にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるよというレッスン動画をもうねもりもり公開中でございます。はい、このね、すぐに音楽ができるガズレレのプログラムがあるんですよ。このプログラムを見てるだけでどんどん音楽ができるようになります。もうちょっとしたらこのプログラムのリンク、ここにリンク貼り付けようと思うんですけど、そこのプログラムにこの後ジャンプしてもらって上から順番に YouTube 動画を見ていただくだけで本当にあっという間にどんな方でもできるようになりますからね。はい、じゃあこのプログラムのリンクここに貼りますよ。いってらっしゃい。ここからです。クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ1本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1800曲をもう優に超えております。皆さんの好きな曲も必ずあると思います。曲名スペースガズレレというように YouTube の検索に入れていただくと皆さんの好きな曲出てくると思いますよ。はい、それではやってまいりましょう。生き物係の花は桜君は美しい、ガズレレリーシンプル簡単バージョンの方からゆっくりねやってみます。 1, 2, 3, 4。 花は桜君は美しい、春の木漏れ日君の
花を桜君は美しいガゼル流リリシンプル簡単バージョンやってみました。いやーキュンときます。これはもう立体的にこう立体的に歌いたい、なんか表現難しいですけどね、こう空間を感じるようなイメージを持って歌うのがやっぱいいと思いますね。はい、今の時期だからこそなおさら輝くこの曲、ゆっくり練習していきましょう。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガゼレレオリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。主に2番のパートをショートカットバージョンにさせていただいてるんですけど、詳しく言うとですね、イントロから1番にやって1番サビ終わったら、本来間奏をやって2番みたいな感じになるんですけど、イントロやって1番をやって1番の B メロをやったら、今度もね2番のサビにジャンプしちゃったんです。2番のサビをやって間奏をちょっと挟んで、もう最後の B メロ、花はまたもう一度この花を咲かせたいのをで、もうエンディングに突入というように、ちょっとオリジナルのショートカットアレンジバージョンになっております。ひとまずはですね、ガゼレレのこのバージョンで練習していただいてですね、これね、私全部やりたいの、フルコーラスやりたいなという方、この今のところを練習してもらうと、あと歌詞変わっていくだけなので、ちょっと慣れてきたら、コード進行1番と同じコード進行1番の、書き出して、2番の歌詞を書き加えたオリジナルの楽譜とかを作って、フルコーラスバージョンをチャレンジしていただくのもいいと思います。まあ、ひとまずは今のガゼレレバージョンで練習スタートしてください。ガゼレレ動画には歌詞とコード出てますんで、一緒に動画に合わせて練習スタートしてもらって、1個目のゴール設定としてはガズさんの動画と一緒に合わせて演奏でして歌えるようになったらゴール達成だと思います。そしたらね、皆さんどんどん次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガゼレレ YouTube を見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはまあ難しいでしょうか。最初は楽譜的なものを見て、それ見ながら練習していて、だんだん自分の体にこう落とし込んでいって、覚えちゃったですね、いずれは。今年はちょっと覚えちゃうのは無理なんで、今から1年かけて練習して、来年はもうね、桜の木の下でもう桜にこう願いを込めて歌う、こんな感じがいいと思うんですけど、まあひとまずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズがこう手書きで書いたこのノートブック、このノートブックのこの演奏、これを見ながら今演奏していきました。ちょっと今日ぎゅうぎゅう詰めに詰まってますけどね、これもうちょっとしたらこんな風に大きく写して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんということをシェアしようと思うんですけど、今めっちゃいいサービス始まってます。これ、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴して、今日取り上げた花は桜、君は美しいを含むガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大な数のノート楽譜のストックがあるんです。この中から皆さん毎月5曲、この曲好きなんだよな、この曲やってみたかったというのをお選びいただいて、即座にダウンロードしていただきます。この楽譜はもちろん全部ガゼレレ YouTube の動画とリンクかかってますからね、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。
これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半から、ラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。花は桜、君は美しい、生き物係でございます。はい。イントロ見ていきましょう。これね、ちょっとこれ皆さんわかると思うけど、イントロとイントロのサビのここだけね、ノリが違うんですよ。これがかっこいいの。最初ゆっくり始まるんです。はい。で、ちょっと今日ね、ちょっと説明が必要なんですけど、まず基本的なところ、下にくるっと囲ってるコード、これね、ほら、F の下には、これ F メジャー7って言うんですけど、これかっこいいバージョンでは下のコードを弾きます。なんで、もう分かりやすく言うと、簡単バージョンで F だったところは、かっこいいバージョンでは全部 F メジャー7というところで置き換えています。響きがすごいいいんですよ。はい。それがまず1個目の説明なんですけど、ちょっとこれ見てもらいたいのが、サビ1って書いてあるんですけど、これね、後でまた繰り返すんですよ。で、一番最初のイントロとしてもここが歌詞が一緒なんですね。で、ちょっと見てください。ここに。ここ1行目はこれはいいでしょうけど、これ2行目のところに歌詞が2段になってますね。これ、丸1っていうのが一番最初に歌う、歌詞でございます。はい。そして、こういう歌を全部やって、また繰り返すんですね。その時に2回目に来た時は、今度丸2の歌詞を歌います。そして、ここのサビまたもう一回繰り返すんですよ。その3回目の時は1になるということで、ここちょっとね、ちょっと歌詞を確認していただきたいところで、ここがキーポイントになるところです。はい、ひとまずこんな感じで大きく映しておくので、皆さん一時停止して、それぞれご自身でノートとかに書き出していってください。それが今、紹介させてもらったガズクラブで、このノートの楽譜のデータそのものをダウンロードしてもらうのめちゃくちゃおすすめですよ。ガズのノートの特徴はですね、見てみて、ここにね、上に点があるでしょ。この V とか、この点。これでリズムがわかります。はい。花は桜、君は美しい。この点でリズムがわかる。あとこのガズの歌詞を見ると、こう棒で伸ばしてるでしょ。この棒で伸ばすところのタイミングっていうのは歌詞カードには出てこない表現なんで、これがめちゃくちゃわかりやすいと思います。はい。ガズクラブでダウンロードしていくか、お時間ある方は書き取ってください。じゃあ一時停止で。はい。まずここの感想ぐらいまでかな。最初から。この間奏のところにあるここの矢印マークはシンコペーション。かっこいいバージョンでここリズムがどんどんと突っ込んでくるシンコペーションです。ここのね、サビはですね、ここのサビ1に関しては最初はここシンコペーション入んないんですけど、戻ってきた時にはさシンコペーション全部入るんで、そこはちょっとね、確認しといてください。はい、一時停止。な？じゃあここから A メロ、B メロ行きましょう。この A メロのね、もうめっちゃ早口だから。これ、歌詞ギュウギュウ詰め。めっちゃ早口です。ここがね、言葉の、切り分けが結構ポイントになるかな。はい。窓を叩く、はい、ここ、窓を叩くの、ここで点がついてしまう。窓を叩くってない、この点でね、リズムをめちゃ測ってくださいということでございます。はい。OK。この B メロもね、すごいいいメロディーですよね。で、B メロの一番最後、こう、決めがあります。たったったったたって書いてある。これ、後のかっこいいバージョンで、ここ、決めて、今のシンプル簡単バージョンは、バッて止まったって感じですね。はい。E7 で。で、またここ。本来はここで、1番のサビやって2番に入っていくんですけど、ここガズレレアレンジで、ここでも2番目の出てくるサビをもう入れちゃったんですね。はい。なんで、コード進行はサビの、ここで歌詞が変わってきます、ね。そして、この2番目のサビが終わったところの、ここ見てください。はい。間奏へっていう風に書いてあります。この間奏っていうのはどこかというと、ここのことですね。はい。サビの後はもう間奏セットみたいな感じで捉えてもらうといいですけど。はい。これ2回目に間奏をやったら、今度はどこに行くかというと、ここの、B の2に飛びます。はい。で、ここはちょっとおとなしくなりたいので、ちょっとガズレレアレンジとしては、この1行は伸ばす感じでちょっと演奏して、ここからリズムが入って、かっこいいバージョンでアルペジオ。簡単バージョンでこう4つ弾きで戻っていったよということで。で、こんな感じで B メロで、ここで E7 で伸ばしてから、はい。見てください。ここサビ1を2回繰り返して書いてあります。はい。ここでまた、ここに戻ります。その時に1回目は、丸2の歌詞を言って、また2回繰り返すときは今度1に戻る。この辺はちょっとね、動画と確認してもらって、あ、そういうことねって、これ分かってもらえると思います。はい。この1って書いてあるのは1回目と2回目、あ、1回目と3回目で出てくるってことですね。はい。これね、ちょっとね、表現ちょっと難しいと思ったんですけど、そんな感じです。これはね、動画を見てもらったら分かると思います。もう一回構成を確認すると、イントロやってずーっとこうやってやってきて、サビ、
行ったら今度ここ間奏に戻る、で間奏に戻ってここをやったら今度2番の B メロおとなしくちょっと伸ばしてやった感じでやって、でまた最後、サビの1に戻るんですけど、サビここ1回やったら今度戻ってきた時は2から始まります。歌詞この歌詞をやってもう1回ここをやって最後はここの1に戻る、はい、そしてまたこの間奏をやって、それで最後の最後でここをやるんです、ゆっくりね。これがちょっとねかっこいい、はい、こんな感じのガズレアレンジになっております。さあじゃあね、出てくるコードをちょっと解説したいと思います。今日ね出てくるコードはね多くない、たった5個です。はい、でここ赤く囲ってるコードはかっこいいバージョンで出てくるコードなので、今ちょっとひとまず隠しておきますけど言ってきますよ。 Am と F と G7 と E7 と Em7 入門コード5個でございました。これはねシンプル簡単バージョン、これかなり嬉しい。初心者の方でも、コードだけ言ったら簡単ですけど、これ結構歌詞がいっぱい詰まってて早口ですからね、それがキーポイントですね。まあなんですけど今こう映ってる5個はね一応紹介させていただきましょう。これのグループです、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードってのは一体何かというと、このちっちゃいくれるで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ、10個もあるのと思うかもしれないけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも簡単だけど、いっぺんに10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになってこんがらがるんで、私が皆さんの頭にスイスイ終わられちゃう、すごいいい動画撮ってます、ここにリンク貼っておくんで、この動画見て10個のコードなるはやで覚えちゃってください。今日はでもその中から出てくる5つですからね、しかも5つだってこれ本当に超入門コードのグループですから、もうね安心してください。初心者の人これでまずね桜の下でまず簡単バージョンだったらできるかもしれない、1日2日練習して互角踏みながらだったら桜の下でトライしてみてくださいということになっております、はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく。その前に何回も言うようですけど、これ歌のね特に A メロのタイミングがちょっと難しいね。窓を叩く強い雨はまだ続くとラジオから流れる声が、これ早口なんですよ。これ結構ラップっぽいところもあったりして、リズムここはね結構ねエネルギッシュにリズム早いんでね、ここら辺のねリズムをこうがっつり掴んでもう前のめりに行く感じが、力強い感じが出せるとすごくいいと思うんですけど、よく聞いて言葉のタイミングを、把握してからまだかっこいいバージョン練習に入っていってください。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていくぞい。かっこいいバージョンはさっきも言ったんですけど、 L というコードが全て F メジャー7というコードに置き換わります。このコードですね、これちょっと押さえづらいよ、はい、解説します、3弦と4弦と4弦の5フレットをこんな風に押さえるのをおすすめしています、はい、人差し指を使わない方がいいと思うんですね。こっちこれ5フレット結構距離があるから、これ例えば F メジャー7だと G7 になるんで、 G7 だとこうブッと戻んなきゃいけないでしょ。その時にこれが人差し指がちょっと先行しているだけでねだいぶ助かります。 F メジャー7、あーいい響き、これもうたまりませんよ、慣れが必要。この5フレットの距離をすごく感じると思いますけどね、ちょっとやってみて、まずちょっとねでもこれ難しいと思ったらまずは F でもいいですけどね、はい、このコードを使ってかっこいいバージョンを取り上げていきましょう。じゃあ出てくるリズム、今日はリズムはね難しいです、ズバリ言っちゃうけど、はい、紹介します。今日出てくるリズムはこちら、ドーン、アルペジオとガズペジオと16ビートのチャでございます。でもこの16ビートのチャはですね、ただの16ビートじゃなくて、できれば可能であればちょっとカッティングが入るとかっこいいんだよね、はい。そしてシンコペーションですね、シンコペーションというのはリズムがズコンと前に突っ込んでくるぞというリズムなんですけど、これもまあ後で解説しますけれども、今映ってるこのリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれの濃厚解説レッスン動画がそこのリンク先にもうすでにアップロードされておりますので、じっくり見てですねリズム練習ちょっと取り組んでいただきたいなというふうに思います。今回このガズペジオとアルペジオの使い分けっていうのがあるんですけど、これねちょっとパートごと今からちょっと説明していこうと思いますが、今日メインのリズムはやっぱ16ビートのチャ、しかもちょっとカッティングが入ってるとかっこいい、なおかつシンコペーションがもう満載なんですよ。ちょっとこの感想のところのコード進行を見てください。これがほとんどでもうメインのねコード進行になるんですけど、いい？まず F メジャー7の次に G7 なんですけど、そこに矢印が書いてあるでしょ。ここもいきなり G7 でこうシンコペーションなんですよね。ちょっとこのリズムをやってみます。16ビートのチャットちょっとカッティングを織り交ぜたシンコペーションのリズム。ワン、ツー、スリー、フォー。だけどこういうの難しいんですよね。この16ビートっていうのはでもガゼレでやってるなあの皆さんもう本当みんな悶絶しながらね日々練習を繰り返しているというね、みんなが憧れのリズムだと思うんですけど、しかも今回ちょっと跳ねてる感じの、シャッフルのビートの要素も加わりつつカッティングを入れるとキレが出るんですよね。でシンコペーション今の分かった、ダンズグダンズドーンダンズグダンズドーン、はい、アップで変わっていく。このシンコペーションが入るとなおさらかっこいい。でカッティングをしないとどうなるかっていうと、
こんな感じ。これでもかっこいいですけどね。まずここからだと思います。で、これちょっと揺れてきたらカッティングを入れるとちょっとの差ですけど、ちょっとキレが出るでしょ。ダンダドタカカタスタスタカカカタンカカタスタスタカカカ、こんな感じ。大げさに言うと、この指を触ってカチャカチャ、間にこれが挟まってるんですよ。はい、一応ちょっとこれ書いておく。丸は引く、バツはカッティング、あとは星はシャですね。ダーンダンダカカタスタスタンダカカカタンダカカツタスタスタカカカカ、こんな感じ。ちょっと参考にしていただければと思うんですけど、カッティング難しかったらさっきも言ったように、ダンダカチャカチャチャンダンダチャカタカダンダカチャカタダンダンダ、これでも十分かっこいい。まずこのリズム、16ビートのチャを普通に弾くだけでも難しいリズムですから、しかもそこで、あの A メロの早口なところが出てくるわけですから、これはちょっと悶絶でございます。はい。じゃあちょっとね、曲の最初から説明していこうと思うんですけど、イントロとしては、ガズピジオでめちゃゆっくりです。テンポがこうちょっと違います。そうすると、せーのー。こんな感じで、ゆっくり、このメインのコードを回していく感じですね。で、ここから A メロ、花は、A メロで、サビ、が、君、こうゆったり始まります。それで、その後半のところ、冬が終わり雪が溶けて君の心に春が舞い込むってやったら Am で伸ばしておいて、ここからテンポが変わるんで、ここから例のリズムです。16ビートのチャと、カッティングが入ってシンコペーションも織り交ざったメインのリズムが始まります。 1,2,3,4 こんな感じで、はい、そこから A メロへなだれ込んでいくという感じですね。はい。で、B メロのところも、8ビートのチャなんですけど、今度はここはシンコペーションがないというか、まあ、普通のそのまま16ビートのチャでいくパターンなんで、もともとシンコペーションっぽい感じなんですね。君はまた、もう一度、ここがノリでそのままいきます。で、最後、この B メロの最後に決めが入ってますね。迷っていますのところ、ちょっとやってみましょう。B メロ後半から、春を待つ、ゴミのように、僕は今ここだよ、迷っています、タッ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 。はい。これも可能であればカッティング見て、左手見て。こうやって止めるわけ。はい。これね、ちょっとカッティングじゃないとちょっと無理と思う。右手ではちょっと間に合わないんで、もしカッティングできない人は、これで止める。ダダダダダ。カッティングを入れれば、パッ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 、キレがいいということですね。カッティングっていうのはすごく高度なテクニックなんで、ちょっと練習、するにはじっくり時間かけてやってもらいたいなと思うんですけど、こういうところもちょっとね、小技でカッティングを入るとかっこいいです。そこで止まって、サビに入っていくんです。もう一回、僕は今、迷っています。リズムがまたドーンと戻って、かっこいいんですよね。これが切ない感じ。はい。そしてまたこうずーっとこう行って、その後間奏入って、また今度 B メロに行くんですけど、これ前半は、伸ばす感じ。春はまたもう一度、この花を咲かせたいのでしょうか。ここからアルペジオ、待つ、君の傘が、あの駅に開いています。伸ばして、また、ワン、ツー、スリー、ハラワって、最後こう畳みかけるように入っていきます。で、最後は、さっきのシンプル簡単バージョンと同じで、サビの1を2回繰り返して、歌詞が変わって2回繰り返して、で、また、感想というか、エンディングで感想と同じ、コード進行をやって、最後の最後、また、イントロのこの、ゆっくりのガズペジオに戻って、Am で終わる。こんな構成になっております。はい。そういうわけでですね、シンプルっちゃシンプルなんですけど、それぞれのパートの弾き方では、なかなかこう、かっこいい要素が満載。シンコペーションのあの16ビートのチャのカッティングっていうのはちょっとね、やっぱ慣れが必要だと思うんですけど、まずは、16ビートのチャで、カッティングなしのバージョンでちょっと練習していただくのが、いいかなというふうに思うんですけど、かっこいいバージョン、ガズさんはですね、キレッキレの感じのカッティングをちょっと入れてやってみようと思います。これ結構エネルギッシュなんですよね。曲の出だしがすごくバラードチックなんですけど、曲のリズムが始まったとこからすごくこうパワーを感じるという感じで、そのね、なんか熱量とこの静けさとこの静と動がこう相まっているという、そんなね、ニュアンスもいいと思います。もちろん歌詞の内容もじっくりこう読み解いていただいて、やっぱりこの、
歌詞の中にもね、春の木漏れ日、君の微笑みっていうのはあるけど、こうちょっと晴れ間の中でこう歌うにも最高ですね。感情たっぷり込めて、今の季節より輝くこの歌、取り組んでいきましょう。さあ、それではやっていきましょう。生き物係の花は桜、君は美しい。ガゼレレレオかっこいいバージョン、やってみる!1、2、3、4。君は美しい、やってみました。かっこいいバージョン、これはやっぱり奥行きがあるというか、スケール感がやっぱり大きいというかですね、こうひらひらと桜がこう散る風景の中でこれを奏でられる津波、きっとね気持ちがいいです。今だけ最も輝くこの曲、ぜひ取り組んでみてください。さあ、皆さんお知らせです。今使っていたこのガズのわがままウクレレを含む、Gラボとガズレレのウクレレたち、ただいま、販売と予約が、スタートしております。今映っている初めてウクレレ、わがままウクレレ、薄レレ、こちらの種類はですね、即発送になっておりますよ。はい。そして今日使っていたこの、ガズモデルとかヴィンテージシリーズとかセミオーダーモデルはですね、予約注文になっておりますけど、こちらもね、もう比較的もう相当早いタイミングで皆様の手にお届けできると思います。こっちは予約なんですけど、はい、この辺に関すること、ここにちょっとね、リンク貼っときます。ウクレレのことはここでね、すべて分かるようになってます。いろんなラインアップがあるんで、ひとまずここでいろんなものを見て、見てください。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、
ね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、ガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、このガズレレのホームページ見ていただくとも大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、 YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。